いただきます。你可以发现团员的每一位成员都有自己的个性，每一位都好可爱好满足的表情，看到他们这么开心，我们也觉得好幸福，这次尝试的是虾仁，有虾仁在里面。好，两位的行程非常的赶，所以也透过这个时间，今天这个难得的时间呢，来享用我们台湾很好吃的小笼包。太棒了，看到他们吃的这么满足，这么开心。来，好吃哦，开心开心。那米达，我看不出，他是真的有眼泪在眼眶，太开心了，太好吃了。好，谢谢，ありがとうございます。はい、もう一つサプライズありますよ。はい、どうぞ。吃什么？哇，今日本一番流行ってるタピオカミルクティーですね。在日本现在造成非常大的轰动的珍珠奶茶也准备好了。哇！哇！はい。まず写真。お願いします。好甜哦，可以看到他们的笑容呢，照亮我们这整个会场了，太可爱了。要敲杯，敲杯哦，敲杯哦。嗨，口罩も見てください。左の方も。そして後ろの方もお願いします。乾杯。乾杯の中国語で。乾杯。よろしいでしょうか。砂糖入りが好きですか、それとも砂糖、お砂糖ない方が好きですか。あ、砂糖入り、两位都喜欢有加糖的。好，はい、どうぞ。砂糖ちょっと入ってます。私もちょっと砂糖入ってたのが好きです。两位都是喜欢有点加糖的。はい、どうぞ。哇，也是可以喝很多。好可爱，光看这个画面就觉得好好喝的珍珠奶茶。いかがですか？ QQ 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 珍珠很 Q。いかがですか？黒蜜？違います。黒蜜って黑糖。黑糖。有黑糖。黑糖好吃。好吃啊。跟你们一样甜呢，真的。好开心啊，太可爱了。ありがとうございます。谢谢。好，现在还有一个 surprise， 这是什么呢？好。
我们即将要呈现给大家这一个 surprise。食べおかみのコティと小籠包以外は何か好きな食べ物ありますか？サンドイッチ。サンドイッチですか？他说他，我们请问他们说这两样有没有喜欢的台湾食物？他们说三明治。なぜですか？なぜでしょうか？本当に台湾でよく食べるサンドイッチがあって、であと今回。実はなんと私たちの乃木坂46のロゴが三角形なんですけど、それにちなんだ逆サプライズとして皆さんにサンドイッチのプレゼントを用意しました。哇，好贴心！因为呢，其实他来台湾吃很多好吃的东西的食物，那曾经也吃到很好吃的三明治，所以呢，今天特别准备了一项惊喜要送给我们现场的媒体大哥朋友们，也就是三明治来献给你们。为什么选这个三明治？是因为他们的人物版 46， 他们的 logo 代表象征就是这个三角形，所以特别准备了三明治这份礼物，希望各位会喜欢。是不是能借用各位的双手给我们这两位成员一点掌声，好不好？谢谢，好贴心哦！谢谢。皆さん喜んでくれますね。よかったですね。好的。那么现在我们就再回到舞台上，我们要准备。それでは国民主体に移らせていただきます。月经就不会正常。可以先跟大家左边一点，等一下啊。可以先跟大家自我介绍吗？自我介绍有翻译吗？有翻译吗？你们翻译在哪里？翻译可以吗？翻译一下，谢谢。稍等。OK。翻译可以在这附近吗？因为也要收音。好，下面嘛，对。我在这里。OK。请他们先自我介绍。自我介绍。まず自己紹介お願いします。みんなさ、もう一回同じ。同じの。はい。一人ずつ。啊，你是你是，你是要他们两个一起介绍楠木版的，还是要他们自己的个人自我介绍？都可以。这样，嗯，どっちでも。じゃあ乃木坂の方で。はい。はい。はい。大家好，我们是楠木版46，我是松村夏有里，我是高山一喜，谢谢。那可以透露你们在台北演唱会会有哪些团员也会一起出席吗？今回出演するそのコンサートのメンバーとかってご存知ですか？おお、まだ内緒です。うん、楽しみに。今回期待しててください。那有哪些团员很想要来台湾玩的吗？あ、台湾に遊びに来たいメンバーってなんか誰かいます？遊びに。でも秋元真夏ちゃんはすごい小籠包が大好きなので、本当に毎回台湾に来るとたくさん小籠包を食べてる姿が可愛いので、ぜひ一緒に旅行に行きたいです。あ、他们的队长秋元会因为都是他很喜欢吃小笼包，所以他也很想来台湾玩。那两人会想要来台湾拍写真集吗？あ、二人なんていうか写真集を台湾で撮りたいんですか？撮りたい。あ、撮りたいし、撮った後のお渡し会みたいのをやりたい。イベント、台湾の皆さんと会える、ゆっくり会えるイベントをやりたい。
那个高山他非常想拍，然后他希望想要跟粉丝做一个握手会，再加一个就是能交流的时间比较长的活动。那这么了什么？すごい。やっぱ魅力のある街だと思うので、写真集っていうよりは本当に台湾旅行記みたいな本を出したいです。他比起写真集，他更想做一个台湾旅行的专访，或者是一个台湾就介绍台湾旅行的书。他会想要到台湾哪里玩呢、啊？台湾のどこでどこがなんか行きたいところとかあるんですか？私可愛い眼科さん。なんだかな、宮島眼科、なんかもともと眼科だったところが今デザート屋さんになってる、アイスクリーム屋さんになってるところがあるっていうのを本で見て、そこにすごい行ってみたいです。あ、他很想去一家从眼科医院转成的东眼眼科，知ってる？他想要去那个叫アイスクリーム、台中，对，去看一下。高山さんは、私は昨日マッチュンに教えてもらった、漢方屋さん、バスソルトを売ってる漢方屋さんで、その人その人の体調に合わせてバスソルトを調合してくださるっていうお店をマッチュンに聞いて行きたいなと。他从那个松村那边听说到有一家中药的洗浴用品的店，然后那家店的包装很可爱，然后会为个人体质去搭配适合他们的就是洗澡的用品，然后他很想知道在哪里，但是他们现在还在搜，不知道那家店的名字。想来哇，想请网友找一下。他对台湾粉丝的印象如何啊？台湾のファンに対しての印象はどういう感じですか？もうすごくいい人。昨日は一日お仕事をして最後に夜市でいろいろ回ったんですけど、その時もファンの皆さんが遠くから微笑んで見守っててくださって、で女の子もTシャツ、グッズの T シャツを来てくれたりとかして、すごく癒されました。いい人っていうイメージです。他觉得那个台湾的粉丝都非常有礼貌，因为昨天我们都一起去了那个耶诞城的一个点灯仪式，然后晚上我们转到了夜市，然后夜市里面有非常多的粉丝在等他们，然后有一些粉丝都穿着他们的名字的衣服登场，然后但是他们也没有过于的接近，就是两位，然后都是保持一定距离去跟他们交流，他觉得大家非常有礼貌，非常好。あ、つむらさんは？そうですね。とても皆さんリアクションが良くて、なんだろう、すごいなんだろうな、イベントとかやった時はとても楽しい気持ちになります。他觉得大家都非常的热情，然后对他们也都非常的好，然后他也想要跟台湾的粉丝有更多的交流，希望以后会有更多这样的机会。那可以请他们说一下连续两年要在小巨蛋开唱的心情。連続2年間、その台湾アリーナでコンサートをやる気持ちってどういう気持ちなんですか？嬉しい気持ちももちろんあるけど、頑張んなきゃなっていう気持ちもすごいあります。他觉得要比上次做得更好，但是就是对于自己又开心又有点压力的那种感觉。那觉得台湾男生长得帅吗？台湾男がかっこいいと思いますか？かっこいいところか。でも、なんだろう、たくさん日本のことを愛してくださってる方もたくさんいますし、なんだろうな、この自分たちの文化も大切、自分たちの習慣も大切にしながら、たくさん周りのこと、周りのこともちゃんと受け入れる広い心を持ってるのはすごいかっこいいなと思います。他觉得台湾人、台湾男生都很喜欢自己的文化，然后就是保持住自己的文化还有礼仪的情况下面去追星，他们觉得非常的好。
那个刚问到连续两年在小巨蛋开唱嘛，那像因为连续两年，有没有这次有什么样的惊喜？特别的惊喜要表演，不一样的要带给粉丝啊，带给大家。啊，2年間連続でその台湾アリーナでコンサートをやる上に、なんかスペシャルなことをファンの感じにやってあげるとかそういうのって考えたりしてます。やりたいなって思ってます。でもまだ詳しいことが決定になってないんで、お約束は。できないですけど、したい気持ちは 100%。对，因为制作团队就是跟他们其实有所交流，他们也想要做得非常的好，然后他们自己心里面其实有一些准备，但是他们还不能正式公开这些内容。好，谢谢，谢谢，好的，谢谢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 ，